Welcome to Shin Channel。 どうも、しみです。いかがお過ごしですか。今回レビュー、開封、レビューしていくの開封こいつです。リトルギア、G-Tune さんからお借りしたリトルギアの GTX980 搭載モデル。過去ですね、いろいろとあのリトルギアシリーズは何度かレビューしております。960搭載モデルと、この980搭載モデル。もう以前ちょっとやったんですけれども、それと、タイタン X あの搭載モデルですね。をそれぞれレビューしてますんで、よかったらそちらの方も見ていただけると嬉しいです。今回は、こいつですね。以前ちょっと直近でやったのが、直近で一つ前でやったのが、お借りしていたのが、タイタン X のモデル。グラフィックボードでいうところの、こいつの二つ上なんですね。980なんですけども、980Ti っていうのがあって、その上の旧タイタン X っていうのがあるんですけども、それと、ベンチマークとかがどのぐらい差が出るのかっていうのを比較の部分ですね。やっていこうかなと思いますんで、お付き合いいただければと思います。せっかくなんでね、中もちょっと見てみましょう。両面メッシュ構造になっております。で、背面はこういう形。 GTX980 でも960でもポートはほとんど変わんないですね。ほとんど変わんないです。もう今は D-Sub がない時代ですよ。D-Sub じゃなくて、これデュアルリンクになってて、2つのアナログも対応のやつなんですよね。もうなんか時代を感じます。それではちょっと開けてみましょう。はい、開けてみました。やはりですね、 GTX980 は大きいですね。長いです。ちょうど直近であった960モデルはこの辺なんですよね。960と比べると一回り二回り大きく感じます。タイタン X はもっとなんですけども、だけどボードとしてはめちゃめちゃに、その980からめちゃめちゃ長いっていうほどではないんですよね。で、2ポートです。同じく2ポート。で、そのタイタン X のものと違う点は、クーラーマスター、ファンが、ちょっと CPU のファンがこの構成だと変わってますね。値段的には、これだと、だいたいもう税込みまで全部入れて、この構成だと23万円ぐらいなんですけれども、タイタン X だとそれが、28万とか、税込みだとそんくらいかな。25万以上になっちゃうっていう、結構値段に差が出てくるんですけれども。だから、実際、その、ハイエンドクラスを狙うっていう人には、こいつはすごくですね、いいところにあると思うんですね。よく言えば、しかも M2 SSD 搭載ですから、よく言えば、CPU ファンをちょっといいものにするとか、っていうのもありなのかなという感じです。で、排熱の点なんですけれども、私タイタンをずっと使っていたんです。ちょうど、長期にお借りできたので、使っていたんですけれども、排熱、気になるところだと思うんですけども、タイタン X でも、このケースは問題なかったです。熱で電波、飛ぶとかですね、電源が飛ぶとかショートするとかっていうようなことは特に感じずですね、かなり GPU に、例えばスターウォーズとかね、GPU に負荷のかかるゲームをやっても、最高設定でやっても、全然ですね、動作が遅れるようなことはなかったですね。非常にですね、その辺は考えられていると思います。で、ここで一応ハードディスクも1枚積んであります。で、M2 SSD はこのマザーボードの後ろですね。ここまでがマザーボードなんですね。で、ミニ ITS っていうマザーボード、ちっちゃい規格のマザーボードが入っていて、メモリーが2枚刺さっている。で、そこにここに大きな、マザーボードより大きいですね、グラフィックボードが入ってるって感じですね。で、グラフィックボードはこの下がメッシュになっているんで、ここですね、こっちから吸気をするんです。こっちから、要は空気を入れて、この場合はこっちから手前か後ろ側に排気をするんですね。ケースは排気、こっちから排気をすると思うんです。かなり、密度は濃いんですけれども、その、排熱に関しては大丈夫です。ただ、その、タイタン X の時にも言ったんですけども、ここの下に、毛の長いラグとかを使っちゃうと巻き込んだりするので、ここはできれば下側は、ちょっと、空洞を用意するような工夫をしといた方が、いいと思います。あんまここを密閉させちゃうと、ここから吸うんで、ここの中のケースの温度は、それは物理的に上がってしまうので、気をつけてください。それじゃあね、それぞれの、その、性能比較をやってみましょう。はい。これがですね、今ざっくりちょっとごちゃっとしているんですけれども、比較を撮ってみました。上の段がですね、上の段がタイタン X のモデル、搭載モデルですね。下の段が、今のこの 980
GTX 980のモデルをそれぞれ左から見ますと、ファイナルファンタジーの9ベンチマーク。これは何がっていうと、DirectX 9を使ったベンチマークでの数値です。左、二つ目が、これが SSD の、M2SSD ですね。M2SSD の数値、ベンチマーク。で、この三段目、三つ目が、三列目が、ファイナルファンタジー14の新しい方のベンチマークで、DirectX11 を使用したベンチマークになっています。で、一番右が、ドラゴンズドーマ。一番最近出たゲームですね。ドラゴンズドーマ、ドグマオンラインのベンチマークですね。どれも最高設定、フル HD ですね。1920×1080 の最高品質でのベンチマークになっています。結論を見ますと、まあ見てての通りですね、やっぱりグラフィック性能は、タイタン X の方が大幅に高いです。で、ドラゴンズドグマはね、まあ、なんか、ある程度の一定のパフォーマンス、スペックを持っていれば、もうそんなになんか上下しないんです。なぜか知んないけど。CPU も結構使ってるのかもしれないんですけど、やっぱり、なんで、これはですね、ドラゴンズドグマは1万を超えれば十分という感じですね。その上はちょっとあまり差がそんなに出ないです。で、この辺ですね、DirectX11、もう12になりましたけれども、まあ一応11でのベンチマークなので、比較的ですね、最新のものなのか、一番参考になるのがここになると思います。もう DirectX9 使ってるのは昔のゲームなんで、昔のゲームをやっても、まあ新しいゲームをやったとしても、ものすごい差が出てくるって。これ2万と1万6000って、当然1万6000のも高いんです。高いです。私のメインのパソコンで GTX780 は、1万2000いってなかったような、1万2000前後だったと思うんですけども、だから大幅にやっぱ高いんです。GTX980 も高いんですが、それにさらに二回りほどぐらい上回る数字。当然、この DirectX11、FF10 の DirectX11 でも、3000近くで、3000以上ですね、数値が離れるという結果でした。だから 3D 描写はですね、やっぱタイタン X。まあ、今でしたらタイタン X か、その下の 980Ti も似たようなスコアという話なので、とは、まあ、一回り二回りぐらい性能に差が出てしまう。というのは、事実です。ただ、960やそれ以下に比べると、GTX980 は非常に高いんですけども、さらに上見るとやっぱ上がいるなという感じです。で、M2SSD に関しては、これ環境、まあほとんど一緒です。やっぱ同じも、ほとんど、多分おそらく同じものを搭載してると思うんですけども、まあ、環境的な部分で若干この辺は読み込みとかが上下するので、誤差の範囲です、これは。だからほぼ同等です、と思っていただいて結構です。なので、M2SSD は非常に速いんです。これが普通の SSD になると、ここの1列目とか2列目が400とかになる。400から500ぐらいですね。で、まあ、ここら辺は、まあ、40の、まあ、100出るものもあるけど、まあ、4KQD32 は100ぐらいとかですね。そんな感じですね。ランダムアクセスなんですけどね。なんでね、非常に SSD よりも2倍から3倍ぐらい速い。ですね。良い SSD と比べると2倍ぐらい。まあ、一般的な SSD と比べると3倍ぐらいの M2SSD は速度が出ます。これはどういったところに影響が出るかっていうと、マップのロード時間とか、パソコンの起動時間とか、データの読み込み、書き込み、移動とかコピーとかが圧倒的に違いますんで、細かい部分で非常に変わってきます。特にマップの読み込みとかが段違いなので、M2SSD はゲームとしてやるならば非常に重要なのかなという気はします。これ、ハードディスクとかだと、こう100とかいかないですかね。ギリ100いくかな、みたいな。読み込み書き込みで、こことここがギリ100いけばいいかな、みたいなレベルなんで、もう本当に10分の1以下になっちゃうんですね。M2SSD に比べると。やっぱそうなると、例えば開幕、試合が始まりました、ロード入りましたっていう、マップ広いマップを、ロードゲームが入りましたってなった時に、その読み込みの時間が、やっぱ、いくらパソコンの処理が早くても、読み込みが実際書き込めたのはここなので、そうなると、ちょっと遅れたりするんですね。コンマとかそういうレベルで。下手すると1秒2秒単位で遅れてしまう場合もあるので、やっぱこの辺は大きいと思います。はい、1秒2秒、まあ、ロードレートもっとかかる場合もありますけど。はい、ですね。これをもとに、実は私、ちょっとガンダムオンラインを、ちょっとテストで何回かやってみました。で、結果としましては、やっぱこちらを GTX タイタンの方が、快適ですね。それは当然なんですけど、一部マップにおいて、ちょっとこっちの方がパフォーマンスが落ちるかなっていうのがあったんで、非常にですね、その辺ですね、
影響するのかなという気はしました。はい。そうですね。やっぱり GTX タイタンは素晴らしいというのはまあまあまあ間違いないんです。ただ価格的に見ると結構間が開いてしまうので、4、5万ぐらいね、変わってきちゃうので、そこをじゃあこれだけの差に出すのかっていうと難しいところではあるなという感じです。なんで980は非常にですね、ハイエンドクラスの中ではその値段を抑えつつも性能がよ、まあトップクラスです。タイタン X と比べるのもちょっとあれなんでね、価格的にもだいぶ変わっちゃうので、なので、GTX980、は、現行のゲームだったら、まあ、ほとんど、差し支えなく動くでしょう。ただ、余裕を持つ人は、だからまとめますと、資金的に15万円とか、それ、20万円はちょっと出せないよっていう、けど、ちょっと快適にプレイしたい人は GTX960 搭載モデル。で、20万円から25万円、まあ、20万円ちょっと、20万円ぐらい、もしくはもうちょっと足が出てもいいかなっていうので、例えば最新のゲーム、どんどん新しいの出ますけども、GTA、グランドセフトオート5であったりとか、まあ、スターウォーズバトルフロントとかね、まあ、さらに新しいのが出てきますけれども、クワンタムブレイクとかか、とか、そういうのをどん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 やっていこうと思うならば、まあ、GTX980。しかも、高品質、最高品質で出したいとかになるとね、GTX980 以上が必要になると。で、もう、私は余計なストレスは感じたくない。ただ最高設定で何もせずに最高設定で完全に動いてくれる、パソコンが欲しいんだと。資金的には余裕があるっていう人は、もうタイタン X や GTX980 の TI ですね。まあ、TI、うん、どっちでもいいと思うんですけども、TI やタイタン X のものを狙うって感じですね。その辺のはっきりとその辺が分かれております。ベースは基本的に M2SDC とかはもう、それはもう絶対入れるべきだと思うんですけども、そのグラフィックボードの差の部分って結構値段に反映してくるので、グラフィックボードの差が値段の差だと思っていただいて結構です。ゲーミング PC は。まあもちろん CPU とかもあるんですけども、一番その価格がブレるところはグラフィックボードなので、なんで、15万が GTX960。20万ちょい、20万前後。まあ今回23万ですけど、こいつは。M2SSD 乗っけなければ20万ぐらいになるんで、まだが20万って言うしましょう。20万ならば GTX980、で、25万以上出せるっていう人は GTX タイタンという選択肢になると思います。それ以外は非常に、なんで、まあ一番売れてるのはだけ960なんですけども、980も人気のようですね。ね、どちらにしろですね、私の使ってるパソコンよりも二回りもいいので、いいなぁと思いながらですね、眺めている所存でございますけれども、またですね、こちらのパソコンを使って、ガンダムオンラインとかできたらなと思いますんで、よかったらそちらの方も見ていただくと嬉しいです。今回はこんな感じで、実際のゲーム画面はちょっとやらないんですけども、生放送とか他の方で使っていこうと思いますんで、よかったらですね、チャンネル登録してみてください。動画説明やブログとかですね、そちらでもいろんなことをやっていますんで、ちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で終わると思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回、シルビーチャンネルでお会いいたしましょう。シルビーでした。We'll be right back.